皆さんこんにちは。今日は1月15日の運動塾通信をお送りします。この記事はですね、イギリスがブレグジットを合意した12月24日のエコノミストの記事です。で、昨日に引き続き別の記事ですけれども、もう少しブレグジットについて詳しい内容を紹介します。イギリスと EU は最も困難なブレグジットに合意した。この合意はいいニュースだが制限されている。確かこれ今日と明日続けてやると思います。まあ内容に入っていきますね。ですね、欧州側の相方ですね、欧州委員会委員長ですけれども、これ長い名前でウルズラ・ゲルトルート・フォン・デア・ライエンっていうんですね。長い名前ですね。それからよく間違えちゃうのはディスラプションという単語ありますけど、混乱とか中断とか遮断、分裂のことを言って、破壊するじゃないですね、ディスラプションは。混乱ですね。何度も間違えますけど、これ気を注意しましょう。それではですね、早速中に入っていきますね。昨日よりもっと詳しい記事ですね。12月24日にボリス・ジョンソンと欧州委員会委員長のウルズラ・フォン・デア・ライエンは、ブレグジット後の協定を発表した。12月31日の移行期間ギリギリだった。それはジョンソンがかつて約束した最高の包括的な貿易協定ではなかった。今回の摩擦のない貿易に対しての混乱は避けがたく、1月1日に単一市場と関税同盟からイギリスは離れることとなることになる。それでもやはりこの協定は歓迎だ。このことは少なくとも今後さらなる合意の足がかりになるからだ。まあこれ相当混乱すると思いますね。まあ物はね、自由にノータックスで、ノークオーター引き当てなしで自由に物をやり取りできますけど、やっぱ自由に物をやりたいできるけど、前のその EU のメンバーと違ってドキュメントが必要となってきたりするんですね。それが結構トラックで例えば商品いろいろ積んでても、その商品の原産地証明とかいろいろ必要となってきたりするので、結構煩わしい大変なことになってくるかもしれませんね。ブレグジットは主権の2つのビジョンに対立してきた。これはヨーロッパと EU とイギリスでそれぞれ対立という意味ですね。ビジョンが違うですね。あれ、チキシュ、矢印がないですね。ジョンソンは自国の法律を作成するときは邪魔されることがなく作れることを喜んだ。一方、ウルズラ・フォン・デア・ライエンは、主権は大国間で強みをプールし、お互いに話し合うことによって保障されると主張した。双方は親密なパートナーであり、同盟国だと言った。土壇場まで交渉が成立する保証がなかった。ブラッセルにおける議論は、この週においてだらだら続いた。3つの課題が早朝に上った。1番目、アンフェアな競争を避けるための法律の公平な場。2番目、イギリスの漁場へのアクセス。3番目、意見の不一致を解決するための仕組み。結局、ジョンソンとウルズラ・フォン・デア・ライエンはお互いに妥協した。2016年の国民党の以来のやり方だったが、イギリスは何の義務も伴わずに、単一市場の利益のほとんどを放棄することとなった。このことは両者の力関係を反映している。ノーディールは EU よりもイギリスに損害を与える。これ結局なんていうかな、感じとしてはですね、イギリスが勝ち取ったって、さっきの写真にも出てましたけど、イギリスが勝ち取ったっていう感じのような気がしますね。この議論は協定を結ぶのではなく別れる話なので通常ではない。詳細は明らかになっていないが、概ねは分かっている。これ2000ページありますからね。公平の場については、独立の裁定者が法規上の不一致による関税の報復措置に賛同するかどうかの判定をする。漁場については、EU が5年間アクセスでき、引き当て量を 25% カットする。これもね、いい加減な話ですよね。25% カットしたかどうかってどうやって測るんですかね。その後は再度協議を行う。欧州国際裁判所に関しては、EU の法律の解釈以外は関与しない。この3点とともに、関税ゼロ、引き当てなし。引き当てなしってことは、この漁業はありますけどね、25% カット。あと、引き当てなし、自由貿易が合意された。商品の貿易に関しては、カナダよりも条件が良かった。ただ、公平な競争に関しては、
多くの厳格な義務が課された。これはいっぱいルールがあるわけですよね。直近の課題はこの2000ページもある協定の批准だ。年末までには読み切れない。しかし EU は内容を詳細に関わってきたから反対はないだろう。イギリスの与党は次の週に議会で承認する予定だが、議員たちは詳細に中を吟味する時間はない。ヨーロッパ議会を検討する時間が必要なので1月までは決議をしない。 EU の政府は多くの議員たちに苛立ちはあるが、投票する前に暫定的に合意することにしている。しかし1月1日から発行する内容はまだ準備不足のようだ。かなりの混乱が予想される。今週トラックが検討で滞留したが、コロナ原因のせいで役立ったが、今後の計画だ。6月まで協定を延期することをジョンソンは頑固に拒んだ。すぐやがてはっきりするだろうと。要するに伸ばした方が良かったんじゃないのって、そういうことを言いたいですね。以上です。